1月7日、昭和天皇が崩御され、元号は昭和から平成へと変わり、新しい時代が始まりました。その平成元年、防衛庁・自衛隊は国を守る平和の担い手として、国民と共に一層着実な歩みを続けました。新春を迎えた2月2日、訪米した竹下首相はブッシュ大統領との首脳会談で、日米協力関係の重要性を確認するとともに、日本は防衛努力や対外援助の拡大などを通じ、幅広い分野での責任分担の拡大を約束しました。1月下旬、陸上自衛隊とアメリカ陸軍による日米共同指揮所演習山桜15が北海道の東千歳駐屯地で行われ、自衛隊は山桜としては過去最大規模の1700人が参加しました。厳しい寒さや雪と戦いながら、積雪寒冷地における日米共同訓練が各地で行われました。1月下旬から2月上旬にかけて弘前演習場を中心に行われた津軽89。この共同訓練では陸上自衛隊の光線訓練用装置バトラーや、アメリカ海兵隊が持つ同様の装置マイルズなどを初めて使用、より実践的な訓練を行いました。2月6日から始まった恒例の札幌雪まつりにはおよそ200万人もの人が訪れましたが、自衛隊は雪の輸送や大雪像の製作を行い、その成功に大きく貢献しました。2月、北海道で開かれた第44回国民体育大会冬季大会、その開催にあたり陸上自衛隊北部方面隊は延べ2000人の隊員を動員し、通信、救護、競技運営などに協力しました。また9月下旬に行われた秋季大会にも自衛隊は各方面で協力しました。3月初め、姫路において全自衛隊美術展が開かれました。この美術展は絵画、書道、写真の3部門にわたる自衛隊員の芸術作品およそ100点を展示したもので、旭川を皮切りに青森、熊本、那覇、そして東京など各地で開かれました。2月24日、東京新宿御苑において昭和天皇大喪の礼が行われ、内外合わせて約1万人が参列しました。自衛隊は儀仗、徒列、弔砲、奏楽などに参加、日雨降る中で整然とその任務を果たしました。また延べ約700人にも及ぶ外国弔問客の空輸支援を行いました。
2月28日、護衛艦夕霧の自衛艦旗授与式が行われ、第一護衛隊軍に配備されました。続いて3月17日、護衛艦天霧が就役、夕霧天霧とで第46護衛隊を新しく編成しました。3月16日、航空自衛隊創設以来初めての大規模な部隊の改編が行われ、航空支援、航空教育、航空開発実験の各集団が発足しました。航空教育集団司令部の置かれた浜松基地、航空支援集団司令部の置かれた府中基地、航空開発実験集団司令部の置かれた入間基地、3月末浜松基地に新地対空誘導弾ペトリオットシステムが配備されました。海上自衛隊の初等練習機KM-2 海は3月18日付で正式名称 T-5 となりました。新しい T-5 はエンジンを一新、またコクピットを広くするなど多くの改良が加えられています。陸上自衛隊では3月24日付で第5師団と第11師団などの部隊改編を行いました。これにより北海道の全師団の近代化が終了しました。3月19日防衛大学校の卒業式が行われました。晴れの卒業証書を手にしたのは第33期本科学生453名と第26期理工学研究科学生65名です。竹下首相は訓示で、時代の流れを洞察し国民と共にある自衛隊を目指し最大限の努力をせよと述べました。また3月12日には防衛医科大学校の卒業式が行われ、6年間の学業を収めた第10期医学科学生69名が出席者の祝福を受けて巣立ちました。満開の桜に迎えられて4月5日防衛大学校の入校式が行われ、第37期本科学生453名第28期理工学研究科学生60名が入校しました。防衛医科大学校の入校式は4月17日行われ、女子4人を含む第16期学生66名が入校しました。第30次南極観測支援の任務についていた海上自衛隊の砕氷艦しらせが4月13日、5ヶ月ぶりに帰国しました。そして11月14日、第31次南極観測を支援するため、隊員59名を乗せ、東京晴海から南極へ向け旅立ちました。また平成元年には数多くの外国軍高官が防衛庁を訪れました。アメリカ陸軍参謀総長、
航空自衛隊の次期支援戦闘機 FSX の共同開発をめぐる日米協議は4月28日、焦点のプロダクションシェアについてようやく合意、難航していた協議は決着しました。5月29日、第25回自衛隊高級幹部会合が竹下首相を迎えて開かれました。竹下首相は訓示の中で、特に人材の育成・確保に力を入れるよう要望するとともに、国民との絆を深めるよう求めました。午後6時からは首相主催のレセプションが開かれました。これは今回初めてのことです。5月30日、ブラジル海軍の練習船ブラジルが154人を乗せて親善訪問のため東京晴海に入港しました。乗員たちは6月3日まで都内や横須賀基地の見学などをしました。航空自衛隊とアメリカ空軍及び海兵隊による日米共同訓練が4月中旬および6月の上旬、小松、百里両基地を使用して行われました。このほか7月には那覇基地で、また10月には三沢、千歳両基地でも同様の訓練を行いました。2日、宇野新内閣が発足。これに伴い、およそ10ヶ月その任にあたった田沢長官は離任しました。代わって新たに第46代の防衛庁長官として山崎拓衆議院議員が着任しました。そして榎本政務次官が離任し、第44代政務次官として鈴木宗男衆議院議員が着任しました。山崎防衛庁長官は就任早々の6月16日陸上自衛隊練馬駐屯地を初度視察、隊員たちを激励しました。続く6月28日、長官は航空自衛隊百里基地を訪れ、技術の高度化が進む部隊の現状を視察しました。また6月20日、この百里基地の使用について争われていた、いわゆる百里基地訴訟について、国側の全面勝訴が決定しました。海上自衛隊の平成元年度遠洋練習航海部隊が6月14日、南米東海岸方面へ約5ヶ月の練習航海に出発しました。練習航海部隊は8カ国14寄港地を親善訪問し、11月帰国しました。6月初めから9月にかけて海上自衛隊の米国派遣訓練が行われました。海上自衛隊はアメリカ海軍と共同で掃海特別訓練を2月の瀬戸内海に続き、7月には青森県陸奥湾において行いました。6
6月から7月にかけ、陸上自衛隊の平成元年度北方機動特別演習が中部方面隊の第13師団を中心に人員約5000人を動員し、北海道ヤウス別演習場で行われました。国民安全の日の7月1日、平成元年安全功労者の総理大臣表彰が行われましたが、自衛隊では昭和31年以来、旧艦空輸に活躍した海上自衛隊第101航空隊が表彰を受けました。海上自衛隊の潜水艦名だしおと大型釣り船第一藤丸の衝突で30人の犠牲者が出た海難事故から1年目の7月23日、横須賀沖の遭難現場で慰霊祭がしめやかに営まれました。夏休みシーズンを迎え、陸海空自衛隊の各駐屯地や基地では、今年も小中学生などを対象としたちびっこヤング大会が開かれました。ここは航空自衛隊の三沢基地。撮影会や写生会、花自動車など子どもたちと自衛隊との楽しい交流でにぎわいました。8月、相馬ヶ原駐屯地では群馬県自衛隊協力会主催の青少年キャンプ教室が2泊3日のスケジュールで開かれました。キャンプに参加したちびっこはアスレチックやオリエンテーリング、ハイキングなどを行い、最後の夜はキャンプファイヤーを楽しみました。8月の初め、第38回日本海洋少年団全国大会が瀬戸大橋を望む倉敷市小島で開かれ、陸上自衛隊中部方面隊は選手の宿舎、通信、救護など多方面にわたって協力しました。大会行事の中では海上自衛隊による体験航海も行われました。8月、日本の各地で夏祭りが行われました。自衛隊はこれらに協力し、地域社会との交流を深めました。山形の花笠祭り、こちらは有名な徳島の阿波踊りです。8月10日、海部新内閣が発足。これに伴い、およそ2ヶ月その任に当たった山崎長官は離任しました。代わって、第47代防衛庁長官として松本十郎衆議院議員が着任しました。8月31日、海上自衛隊の人事異動で東山海上幕僚長が離任し、第18代海上幕僚長に佐久間海将が着任しました。佐久間海将は
防大一期生から初の海上幕僚長就任です。8月31日と9月2日3日の3日間恒例の陸上自衛隊総合火力演習が東富士演習場で行われました。この間延べ5万人以上の観衆が現代の火力戦闘を見学しました。航空自衛隊は9月から10月にかけて日本全域とその周辺で平成元年度航空総体総合演習を行いました。この演習にはおよそ3万3000人520機が参加、海上自衛隊やアメリカ空軍も加わって訓練が行われました。航空自衛隊第一航空団は10月2日 T4 中東ジェット練習機による第31教育飛行隊を編成しました。9月12日防衛庁は平成元年防衛白書を発表しました。白書では東西関係の新しい変化を指摘しつつも我が国の質の高い防衛力の整備と日米防衛協力の重要性を強調しています。10月2日自衛隊三沢病院が新設されました。訪れる国交品に対し防衛庁では陸上自衛隊第302保安中隊及び中央音楽隊による特別儀仗を行っていますが、これは10月16日来日したアフリカの新興独立国ジンバブエ共和国の大統領です。防衛庁自衛隊創立35周年にあたる平成元年度自衛隊記念日中央行事のハイライト観閲式と観閲飛行が10月29日秋晴れの朝霞訓練場で盛大に行われました。11月5日、相模湾において海上自衛隊の精鋭が繰り広げる海上ページェント観艦式が行われました。今回は初めての公募による約6000名を含む3万5000人の人々が見学しました。航空自衛隊入間基地では10月22日自衛隊記念日行事として恒例の体験飛行を行いました。抽選で選ばれた950人が大型輸送ヘリや YS-11 に乗り武蔵野上空の20分を楽しみました。
11月11日12日の両日、防衛大学校の開校記念祭が開かれました。F-15 戦闘機の展示飛行、空挺弾の落下傘降下なども行われ、恒例の大隊対抗棒倒しが一段と人気を盛り上げました。記念日行事の最後を締めくくる恒例の自衛隊音楽祭りが11月17日18日の両日、東京九段の日本武道館で開かれました。特別ゲストにミンさんを迎え、約4万人が歌と踊りなど隊員が演じる華麗なステージを楽しみました。松本防衛庁長官は初度視察に続き、11月15日、就任後初めて北海道を訪れ、札幌駐屯地や函館基地などを視察しました。続く11月22日、長官は海上自衛隊の岩国、小月、航空自衛隊の豊富各基地などを視察しました。晩秋の10月下旬、陸上自衛隊の戦車部隊とアメリカ陸軍の歩兵部隊との連携による日米共同実動演習が北海道大演習場で行われました。この演習でアメリカ側は空地一体攻撃などを初めて披露しました。12月下旬には第一師団が担当して平成元年度の陸幕指名科目指定演習が東富士演習場で行われました。今回の指定科目は防御火力戦闘で、パソコンやパケット通信を組み合わせた新しい射撃式システムが活用されました。暮れの12月4日、地中海のマルタ島において米ソ首脳会談が開かれ、東西冷戦の終結を宣言、両国は軍縮・経済協調を強化することを確認しました。それは90年代の世界の軍事情勢に大きな影響を及ぼすでしょう。冷戦から協調へ、そうした新しい時代に対応しながら、防衛庁・自衛隊はより質の高い防衛力の整備に努め、今後も国を守る平和の担い手として国民と共に新しい歩みを始めます。